金魚蝶賃。広崎ねぷたを参考に考えられたと言われており、赤色は柳島の染料が用いられている。金魚蝶賃は赤い金魚の形をした蝶賃で山口県柳井市を代表する伝統工芸品の一つである。金魚蝶賃は幕末の頃国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定される白壁の町並みがある。 柳井市古市に住んでいた商人熊谷林三郎が一説に青森県弘前市の弘前ネプタの金魚ネプタに着想を得て考案したと伝わる。竜金に似た丸い胴体に長い尾びれを持ち、柳井島の染料を用いた鮮やかな赤が特徴である。なお、熊谷がモデルにしたとされる弘前、金魚ネプタの品種は津軽二式だとされる。 昭和の初めには盛んに作られたが、終戦後の三代目製作者の時に、しばらく断絶した。その後1962年7月に、須オ大,大島在住の挙首義弘が三代目製作者から技術を引き継ぎ、復活させたという。現在では、屋内の夏の冬物詩として親しまれ、白壁の街並みに吊り下げられる。毎年八月十三日には、 金魚蝶賃祭りが行われ、4000個の金魚蝶賃と巨大な金魚ねぶたが出現する。白壁の街並みに並ぶ金魚蝶賃。金魚蝶賃祭りの風景。ありがとうございます。